皆さんこんばんは、リサです。今日はですね、今月のお気に入りを紹介していこうと思います。で、今回は食べ物からコスメまで幅広い感じでお届けしたいと思います。はい、じゃあ一つ目紹介していきます。1個目はビセアバンのシングルアイカラーの23番のカラーです。で、中がエンジっぽいカラーになっていて、すごい可愛いです。結構人気らしいね、これは。で、手に出すとこんな感じの色味ですね。秋っぽいカラーなんで、最近これをちょっと目元に使ったりっていう感じでメイクすることが多いです。はい、Amazon とかで通常の値段より高く売ってたりとかもするぐらい人気らしいんですよね。多分新しめに出たカラーだった気がするんですけど、ビセアバンのね、マットの感じのアイシャドウをすごく好きなので、こちらはすごく良かったです。はい、これが一つ目です。で、二つ目がまたアイシャドウなんですけど、こちらです。じゃーん、キャンメイクのパーフェクトマルチアイズの3番です。で、これもね、マットなんだけど、はい、こんな感じのカラーが入ってます。さっきのね、色にちょっと似てるような感じもするんですけど、こっちの方がね、もうちょっと赤っぽい感じのカラーで、このパレットも本当によく使っていますね。この2つが結構主に最近メイクするときに使ってるアイシャドウかなっていう感じで、すごく使いやすくて好きなやつです。お店とかでも結構売り切れで見つからなかったりっていうこともあるみたいなので、気になった時に発見したらぜひ買ってみてください。はい、これが2つ目でした。3つ目は前もね、お気に入りで紹介したんですけど、こちらです。はい、ロージーローザのシフォンタッチスポンジ1個入りダイヤ型ってやつで、ロージーローザってツールがすごくたくさん出てて、スポンジもたくさん出てるんですけど、私はこれがすごい好きで、でも公式のホームページにはこれが載ってなかったんで、もう廃盤になっちゃったのかもしれないんですけど、楽天とかアマゾンとかだとまだ売ってるみたいな感じで、ちなみにこちらはファンの方がめちゃくちゃ私探してるけど全然ないって言ってたら送ってくれたもので、なんと1、2、3、4、5、6個送ってくれました。はい、ありがとうございます。これでね、しばらくは持つかと思うので、大事に使っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、これが3つ目でした。じゃあ次、4つ目。4つ目は今つけてるんですけど、こちらのリップです。それがじゃじゃん、こちらです。ディオールのアディクトリップタトゥーのやつで、カラー番号は451番になります。で、めちゃくちゃ色が可愛くて好きなのと、リップタトゥーなんでこんな感じで全然つかないので、ご飯食べに行ったりとかなかなか直せなかったりっていう時あると思うんですけど、一回ね、ティントとかそっち系を使っちゃうと、もう落ちるのが嫌でなかなかティントを離れられなくなるかなと思うんですけど、ほんとそんな感じで、これは色も可愛くてすごくよく使っているものになります。なんかあのディオールのマキシマイザーと一緒で、一緒の香りというか、ちょっとミントっぽい感じの香りというかな、がするものになってます。スーッとした香りがするタイプのものですね。はい、これもなかなかお気に入りでよく使ってます。はい、で次も実はリップです。5個目。1、2、3、4、5個目。はい、で5個目もリップです。それがこちらです。ジバンシーのこれは名前入りなんですけど、ルージュパーフェクトの1番リップバームというものですね。細いスティック状のタイプなので、すごく塗りやすいです。で、出してみるとこんな感じで薄ピンクなんですけど、これもなんかほんのり色がつくよっていう、今ここに塗ったんですけど、ほんのり色がついてくれる感じで、普段メイク仕事とか撮影じゃない日とかでほとんどしない時とか、これをちょっと塗ったりとか、あとなんかグラデーションっぽくしたい時に、これ色がちょっと残ってくれるんで、これをまず全体に塗って内側にもうちょっと濃い色のをつけたりとか、そんな感じでグラデーションっぽく使う時とかもちょうどいいかなと思って、こちらは結構よく使っています。はい、これが5個目でした。はい、というわけでコスメはここまでで、次は私の好きな飲み物と食べ物ですね。最近ハマってるものです。一つ目がこちらです。じゃーん、国産サラダチキンのローソンセレクトのやつです。で、これね、レモン風味なんだけど、なんかね、ナゲットっぽい感じなんですよね。なんかサラダチキンいろいろ食べてきて、結構なんか
あのギュッとした感じにちょっと飽きちゃった時にこのナゲットっぽいやつがすごく食べやすくて、もうこれをペッてやってチンしてよく食べてます。寒いんで最近チンして食べてます。なんかちょっと爽やかな感じのレモン味がなんかいい感じで最近はハマってます。冷蔵庫にだいたいこれは4個ぐらいは入ってるかなっていう感じのやつです。これは本当に結構毎日レベルでよく食べてるものになります。ぜひね、見つけたらナゲット好きな人は好きだと思うんで食べてみてください。はい、で次で最後になるんですけど、こちらです。はい、好きすぎてストック買いしてしまったこちらなんですけど、こちらもローソンでまだね残ってるかなとは思うんですけど、期間限定なのかな、出てたもので 67% 混合果汁入りでのやつで、フルーツサーバー、ピンクグレープフルーツとガバというものになっています。これね、見えるかな、あ、見えるかな、こんな感じで輪切りの本当にオレンジなのかなとかがゴロゴロ入ってて、でなんかここをちょっとね開けてここのストローを刺すみたいな感じ、ちょっとおしゃれチックな、ちょっとマウントレーニアっぽい入れ物になってておしゃれなんですよ。で、すっごい美味しいんだけど、輪切りが入ってるから実質の量はちょっと少なめなんだけど、めちゃくちゃ美味しくて買ってしまいました。はい、という感じでめちゃくちゃハマってます。実は味はもう一種類パイナップルとパッションフルーツだっけなかなんかの味があるんですけど、とりあえず1個目これ飲んだ時に美味しすぎて危ないと思って買い占めました。近所のスーパーね、スーパーじゃない、近所のコンビニのやつをめちゃくちゃ買い占めました。美味しいので限定なので、残ってたらぜひ皆さんに買ってほしい、そんなやつです。はい、というわけで私の今月のお気に入りは以上になります。今回は7つ紹介していったんですけど、まあ、2回目の登場のこのスポンジなんですけど、もしかしたら廃盤になっちゃったっぽいんで、あ、これちなみにあのパウダーファンデーションをのせるときに使うと結構いい感じで乗るので、ぜひ見つけた方はもう手に入らないのかもしれないので、ぜひ試してみてください。はい、という感じの動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。